新疆ウイグルで起きていることを素通りの日本マスコミ。中国でメディアを管理する国家ラジオテレビ総局は11日、ABBC 放送の国際放送について中国での放送を禁じることを決めた。英当局が中国国営の国際放送の免許を取り消したことへの対抗措置という。英国、ラーブ外相は報道の自由に対する容認できない抑圧であり、国際社会での中国の評判を損なうだけだと批判する声明を公表した。国家ラジオテレビ総局は BBC の番組が、中国の国家利益を損ない、中国の民族団結を破壊したとし、放送免許の年度ごとの更新申請を受け付けないと決定。少数民族ウイグル族への抑圧に関する報道などを問題視したとみられる。英当局は4日、中国国営の中国国際テレビ、CGTN、の番組の最終編集権を共産党が握っているとして、放送免許取り消しを発表した。中国外務省はイデオロギー上の偏見に基づく決定だと反発していた。14億もの国民を一つの思想家で統治することはありえない。いくつもの思考が切磋琢磨し、妥協し合う統治社会の方が現実的だ。系類合わせて1億未満の共産党員の同志つながりで自分らが手にした権益の無限増幅を図るため権威主義的独善支配にすがるのだ。共産主義社会実現を果たしたレーニズム支配のソ連は後継独裁者スターリンによって地獄の蓋が開かれた。抑圧、粛清で2000万の同胞国民を殺戮した。スターリニズムは恐怖のニヒリズムや個人崇拝に裏打ちされた排他的全体主義だった。後にフルシチョフ第一書記が完全否定している。習近平は明らかに現代版スターリン主義者である。新疆ウイグル、チベット抑圧を緩めない。香港一国二制度を危険視して廃止した。国家の安全を危険にさらす活動に極端に怯え、終身刑などの厳罰を設定する。毛沢東の文化大革命で6000万余りの国民を殺戮した前例がある国家だ。世界からの批判や孤立を何とも思わないのかもしれない。日本のマスコミは中国を批判しにくいらしい。報道協定に縛られているか知らないが国際社会がこぞって非難し批判する報道姿勢に足並みを揃えられないらしい。12月24日の朝日新聞社説は珍しく新疆ウイグルの抑圧や、香港での強権行使に触れたが、歴史は常に、安易な結論を許さないが、少なくとも本当の長期的、大局的見地とは何か、考え続ける必要がある、と意味不明だった。お聞きいただき感謝申し上げます。